今回は4月12日からの白王子コラボ後半で、ちょうど9コストで組めるようになった白王子断裂機のカードとデッキ運用法を紹介していくよ。剣豪のりの尖った兵士構成やから、相手のデッキによって立ち回りがガラッと変わるけど、キバのビタ止めや鉄砲、弓のサーチといった技術は使わないデッキやから、立ち回りさえ覚えればライト層や女性層にも扱いやすいデッキと感じたよ。まず開幕エントリー兵士を持たないデッキは当然射撃戦ではルナ悪すぎるので、3軍までラインを上げた状態からスタートできる最前線向きが基本かな。信じて待ってろ。気まずいな。忘れるかよ。ケチラス、ケチラス。ただ微中を尽くすのみか。殺しもっと前出なくていいのか。てめえの信念だけは曲げねえ。死にたい奴からかかってこいよ。心配無用。流派発動。二の肩。我が名は遊白海、修羅の川と血の海を行く者だ。小手先でごまかすなんざ、戦士としても男としても二流だろ。見ろ肩。カラダの計略は式4で武力プラス1の号令で弓と鉄砲の射撃によるダメージを半減する。効果時間は銃のカウントと長いけど、三国志の感激系と違って軽減は射撃ダメージなので、乱戦のダメージは普通に受けるから注意。とはいえスペックが高くなので優秀な1枚。ないものだろうが何だろうが、貫きゃまことになるはずだ。路肩の計略は式7で武力プラス4の号令、幕末の味方には鉄手流派2の効果、それ以外には知力プラス3が17カウント、基本的に戦闘に直結する幕末で固めたい計略。複数部隊に同時に攻撃可能な剣豪は射程拡大の恩恵が大きいね。効果時間が長いから相手と合流を打ち合った際に斬撃で弾いてうやむやにすると、一方的に効果時間を残して攻めることができるし、騎馬主体のデッキ相手にはそういった使い方を試みるよ。その実践例は2試合目にやるね。我が名は遊白海、修羅の川と血の海を行く者だ。俺が行く道は俺が決めるんだ。東堂平介は式3の目覚め計略で無力13以上を参照すると好調が上がる。三国志探偵の打越海運転の欠点だったナビットの安い問題を解決した優秀な計略。スペックも3分の3先陣と高く採用しやすい打越剣豪。目覚めルートも1武力9の沖田に路肩もしくは斎藤の号令でプラス4、2沖田が落ちても武力7の路肩は斎藤にプラス4号令足すシュヌリドウ3沖田の計略、4沖田に原田の計略もしくは舞台流派3と武力プラス3刀中砲などなど多彩。流派発
動。一の型今度は俺らの番だ。電気解放。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。ケチラス解放。少しは役に立ったかな俺。下がれ。かっか。殺し、死にたい奴からかかってこいよ。退場だと。流派発動。一の型。オプタの攻略は指揮補助、無力プラス5速度プラス35斬撃範囲拡大が15カウントと破格の性能の代わりに斬撃1回ごとに兵力10のデメリット。状況とターゲット時代では乱戦メインになっても十分優秀な攻略。もっと前でなくていいのか。僕は役立たずなんかじゃない。今回は3試合やるよ。してさ、殺すよ。どけ。少しは役に立ったかな俺。死ね。僕は役立たずなんかじゃない。あとは頼んだぞ。信じて待ってろ。死なずにな。忘れるかよ。もっと前出なくていいのか。僕はまだ戦える。てめえの信念だけは曲げねえ。死にたい奴からかかってこいよ。まことになるはずだ。どけ。俺の命くらい好きに使えよ。殺すよ。最大武力13の号令で武力17の力と乱戦するのは苦しいから、効果時間の長さを生かして
鎌田の爆発まで斬撃できるよ。ロックの戦闘を少なめにするよ。どけ殺す。俺が行く道は俺が決めるんだ。電気解放。ちなみに斎藤はじめの攻略は指揮5武力プラス4に斬撃リロード短縮の号令、ノーデメリットで指揮5武力プラス4号令愛に注意なし、ドカタとの相性も良くてフルコンでの決めパターンを用意できるのも強みだね。信じて見ててくれ、俺お前がいる限り絶対負けないから。白王騎デッキは高コストの知力が比較的高めて牙が折らうから、高張力が高くて路肩の計略時間が長いから、準備系のデッキ相手は相手の仕込みのタイミングで攻めれるよう調整するとかなり有利を取れるよ。どけ殺すよ。おらまぐれ勝ちはない。ただ微中を尽くすのみ。殺すよ。お前の覚悟はできてるんだろうな。おら！どけ！信じて待ってろ。死なずにな。よく来ましたね。忘れるかよ。殺すよ。殺すよ。もはや全ては救える。心配無用。てめえの信念だけは曲げねえ。死にたいやつからかかってこいよ。私が天下をつかむのだ。なんだろうな、貫きゃまことになるはずだ。よけ！殺す。見ろ肩。どけ！